エネルギーがなんかもう誰かのところみたいな感じなんですよね。不思議ですよね。なんかこうもうなんか自分らの場所じゃなくなってるっていう、なんか仮の住まいっていうんですか。まあ、6月25日に新しい上場引っ越すんで、まあ、そこから多分スタートするのに多分こう全部がこう動いてる気がします。どうなるんでしょうね。もうこんな風になるって去年なんて全く思ってなかったし、あの全部が想定外です。人生は何があるか分かんないです。全て想定外ですよ。なんか予期せぬことばかりです。いや店もこうやっていい形で次の人に引き継げると思ってなかったし、昨日ちょっとうちの元部下から連絡が来てえっみたいなことあったんですけど、じゃ勘弁してっつって借りてるんで、これからもルーフトップって入れるんでしょうか。そうですね、開会式と閉会式だけしたらもうルーフトップも手放そうかなと思ってます。もうなんかそういう時期に入ってるし、あのこの緑をすごい大事にしてくれる子ばっかりなんで、もう渡そうかなと思ってます。まあ、どうなるか分かんないです。でもなんか最悪なことには絶対ならないなっていうのだけは確かです。なんていうんですかね、自分で今まではあの自分に負けてたっていうか、私なんて何にもできないっていうふうに思ってたんですよ。なんでこう手放すことの方が怖かったですよね。今はなんていうのかな、私は絶対できるなっていう感触とプラスですよ、あのもっと良くなるなっていう意識がある。やっぱりどん底を見たからでしょうね。ここまで行ったら這い上がるしかないですよ。もう本田健さんも言ってましたけど、あの一番ね自分が落ち込んだ時に、山川夫妻、その次本田健さんやったんですよね。次4段大物ですよ本田健さんね。あのユダヤ人大富豪の教え、あれ読んでない人います？私も感動やったんですよ、あの時代にあの本読んだ。大富豪の教えね、あれ読んで、でお金の概念ちょっと変わりましたよね。こう自分でもう自分で何とかするんだみたいな。まあその前にね、私あのシドニー・シェルダン、ゲームの達人って本覚えてます？皆さん、家庭教師つけてたんですよ私、高校生の時、大学受験用に。でそれ全部自分で払ってたんですよ。自分でバイトして自分で家庭教師つけてたんで、あの姉ちゃんがもう絶対これ読んだ方がいいって言って、ゲームの達人から始まってチェルシーテラスへの道っていう本があるんですよね。あの本当無一文の、そのチェルシーテラスっていう、こうロンドンにあるねチェルシー、あそこのこう商店街みたいなのあるんですけど、そこで野菜売りの男の子がもう全部自分の人生を切り開いて、そこの商店街全部買い取るっていう、はい、自分で稼いで自分で払ってたんですよ家庭教師。そういう家だったんで我が家は。そうそう、ほんでそのチェルシーテラスへの道読んで、今までですよ、私はあの家がそんなに全然裕福じゃなかったんで、
こんな夢見んなよみたいな、なんかもうお金ないねんからうちの家はみたいな、ずっとその洗脳されてた時にあの本読んでガーンって来たんですよ。貧乏でもやればできる、貧乏でもやればできるんやみたいな、あれすごかったですね、あの本マジで。人生変わった、ほんまに。それまではやられてたんですよ、親とか、こうなんかいろんな洗脳に、なんか貧乏やから何もできない、なんかお金がなかったら何もできないっていう家庭やったんですよね。ほんまにちっちゃい時からお金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 みたいな、お金がないお金がないみたいな、ほんまに。あの本読んでからですよ、何でもできるんやないかと思った。いやだからぜひね、読んでほしいですね。今読んだらどうやねんやろう、今読んでも多分その気持ちね、なんか本読んでやる気にしかならないっていう本ありません？そうそう。ほんでまああれ本読んでほんまに一大発起ですよ、もう絶対やったらなんとかなるって思った。でそこからほんまに人生変わったんですよ。なんかあのお姉ちゃんに言われて、あの本読んで、私は絶対やったらなんとかなる、やったらなんとかなると思ったのが、そう、それでこの性格が出来上がったんですけど、いや、やったらなんとかなってきたじゃないですか。思いません？大阪から表参道に2軒もお店できる、神宮前にあんなカフェもできる、そしてこんな配信もしてる誰が想像します？超貧乏の家から始まって、やればできるみたいになったのはシドニー・シェルダンのチェルシーテラスへの道のおかげですいやいや、でまあ本読んでね、でまあ本田健さんのね、ユダヤ人大富豪の教え、感動でしたね。あの本もね、もう全員の常識覆ったんじゃないですか。本田健さん読んだわけですよ。お金についてちょっと語ってほしいなと思って、これっていうか、はい、お金についてお金の不安をなくしたいなと思って、で健さんにお金についてちょっといろいろ教えてほしい、出てもらったわけですよ。いやー、健さんいいこと言ってましたよ。大概の人はお金がなくなるっていう、なくなってもないのに、はい、お金がなくなってもないのにお金がなくなるっていう不安で死んでしまうらしいんですよ。もう無理だと思って。で大成功してる人らっていうのは一回丸裸にされるらしいんですよ。お金がないっていう、もうお金がなくなったって、ほんでその時に開き直るんですって。なくなったから返しようがないって、はい、もうなくなったから返しようがないって、え、だってもうどこはたいてもお金出てけへんもんみたいな、隠してるもんもないし、え、どうやってお金取んのぐらい開き直ったら V 字回復するらしいです。でその時にね、言ってた超面白い例えがあったんですよ。旦那さんと、まあ、自営業、旦那さんが自営業やってね、ほんで旦那さんがこう奥さんに言えずずっと悩んでたんですよ。でどうしたのってその旦那さんに聞いたわけです。その奥さんがもうでもずっと内緒にしてて、本当申し訳ないっつって、もう来月友達に借りてるお金が返せられないって、えっ、ー、っつって、もうほんでもうずっと内緒にしてたけど、もう僕はそうなんだってなって、分かったっつって、私が何とかしてあげるから、え、何とかできるのかって、来月までに何十万払わなあかんねんけど、うん、何とかするから大丈夫よっつって、
友達に連絡するですわけですよ、その奥さんが。あの嫁ですけど、言って、ああ久しぶりって、あのちょっと主人がお金借りてるみたいで、って、うん、で来月になんかいくらぐらい払わなあかんみたいで、つって、あのねって本当に家にお金がないのって、だから来月から払えないわ、ごめん払えないから、お金が貯まったらまた連絡するからごめんねって言って電話切ったんです。で旦那さんに言うわけですよ。あ、電話しといたよっつって、え、どうやったっつって、え、だってないから払えないって言ったわ。それぐらいあっさりしてるもんなんですよね。で、なんて言ってた、うん、分かったって言ってたよって、もう払えない不安に生きるのか、払えないって開き直るのか、どっちかしかないって。もう払えないってなったら今度はやるしかないになって変わるわけですよ、全てが、人生が。それを本田健さんは言ってました。なんかすごいシンプルだなと思って、どうしようどうしようって、んでなんか友達に払えなかったら友達との関係がなくなるし、もうなんとかで、あーとかでっつって、もういろんなこと考えなくていいのよあなたっつって、払えないのは払えないのよって奥さんがあはははって笑ってたっていうね、本田健さんの話聞いて、なるほどなって思ったんですよね。そりゃそうやなって、うん、だからそのなくなるかもしれないっていう、かもしれないっていう不安の中が一番怖いんですよ。そうです、開き直った方がいいんですよ。だからほとんどの成功者は一旦無一文になってるって、絶対にそこから V 字回復ですよ。いや、だからといって今からすぐみんなが開き直るっていうのもどうかと思いますよいや、そうじゃないですからね。いやいや、そういう話じゃないんで、開き直れっていう、いや、すごいいい話聞いたなと思って、本田健さん思いません？いや、本当に素晴らしかったですね。で、本田健さんと一緒にね、ルーフトップ行って、で、本田健さんに、私も人をときめかせたいんですっつって、はい、って言ったら本田健さんが、あなた絶対成功するよ、絶対って言ってくれたんですよね。本田健に絶対成功するって言われたら成功するしかないな、誰よりも確信じゃないですかね。本当素敵な人でした、本田健さんでした、だからやるだけやったらいいんですよ、打ち込んで。やるだけやってあかんかったら考えればいいんですよ。もうこのね、昨日からちょっと私もエンジンがやっとお休みモードにちょっと入ってたんで、はい、6月はね、まさかあの来週から、今週の末からモロッコに行く予定だったんですけど、まさかの禁酒が10個も見つかっちゃって、で昨日あのその安倍首相も行ったっていう、電気、体の悪いところは電気が溜まってるからそれを取るっていう、あの療法に行ったわけですよ。 CS なんとかって言って北青山にあるんですけど、でものすごい痛いんですよ、グリグリ、もうなんて言うんですかね、あのその人らは腱を、なんていうんですかね、こう筋をグリグリして、そこの中に電気が溜まってるところが分かったら、こうむちゃくちゃ痛いんですけど、そこの部分それを取っていくっていうやつやったんですよ昨日。痛すぎて、でなんかもう恥骨の部分、 CS 知ってる、かずみちゃん、もう私昨日痛すぎて、痛いっつってほんで、あの大丈夫ですか大丈夫ですかって言うから、骨が痛いって言って、これ骨じゃないんですよ、腱ですよって言うから、腱じゃないです骨ですっつって
た。ほんであと胸の周りとかやるんですけど気持ち悪いんですよ。なんかもうあざだらけやの。じゃあほんでもう痛すぎ、ほんでなんていうの、胸の周りとかなんかもう気持ち悪いわけですよ。おじさんに触られるの、ちょっと勘弁してくださいよっつって昨日ちょそこはほんと無理ですって。あらなんかこそばいいし気持ち悪いし、いやなんかあの除骨を開くっていうのは、除骨がなんでこんな胸の周りにあるんだみたいな、なんかちょっと触る、なんかほんとちょっと気持ち悪かったんですよねいや昨日がん患者さんも来てましたね。その CS やりに、その悪いとこ電気がたまるから、それでこう電気をこう放電するっていうかなくすらしいんですよ。痛すぎですよあんな、細かいなぐらい痛かった。ほんで昨日も暇しゆうシップしに行ったんですけど、もうあのいつもやって1時間あの暇しゆうシップしながら3分ぐらいでもうバッてあの世行きぐらい寝れるのに、昨日そうなんですよ、昨日も背中が痛くて痛くて眠れなかったんですよ一個も。いやこれなんなんすかね。でそれやった後どうですかどうですか五十肩って言うんですけど、いや肩は普通に上がるんですよ、上がるけど不意な角度が痛いんですよめちゃくちゃ。でその角度が痛いからなんかあの嘘つけないじゃないですか、 CS やった後マシになったでしょとか言われるんですけど、いやちょっと痛いです一人で、いやでどうですか足とかってなんかチコチとかグリグリやられてあれね、でもむちゃくちゃ痛いんですよ。しかも気持ち悪いし、なんか おじさんに なんだ申し訳ないけどなんじゃこりゃってもう女性の方が良かったなっていう、ほんま痛かったっす。いや気持ち悪くないですか、なんか見知らぬおじさんに触られるので。私もね最初痛かったんですよとか言って、いやなんか不思議な体験でした CS。 あ行くか行かないか、ちょっとまた今度でいいかなって感じほんまに聞くんやろうかなって感じですよ。いやだからちょっとかずみちゃんどうやの CS 聞かせてほしいよね。なんかその隣のベッドもみんな開放的でやってる人全部見えるんですけど、その女の人も痛い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 って、でもその痛いところが手術の後やったりとかねしてましたね。まあ私の場合は痛いところはもうあのあれですよ、まあ、まあ右手の親指から肩にかけてね五十肩でもあざだらけですよ右手とか、もうほんまに痛すぎて、って感じです。皆さんのご想像にお任せしますいや後から効果出たらいいですね。とりあえず私はもう子宮が治ればいい話なんで、はい、まあとりあえずいろんなことを試してみたいです。 CS なんとかっていうその電気を、体ってやっぱりその電磁波浴びたりとか悪いところで電気溜まってるらしいんですよ。そ関節とかに溜まりやすいんです。で人間ってやっぱりほら電磁波ね、波動なんで、それを発しながら生きてるんで、それをあの取る、悪いところの電気を取るっていうあの CS なんとかっていう機械なんですけど、いや結構治ってるらしいですよ、すごい。はい、北青山にあるんですけどね。まあ、本当に初体験でしたね。まあ、2回目行ったらどうなるか分かんないですけど、もうちょっとしてからでいいかな。
島先生でいいかな。痛かった、痛いのはもうほんまに、いやほんま痛かったっす。もう一人ですよ、悶絶ですよ、悶絶じゃないな、痛いみたいな痛い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 みたいな、もう絶対言うんで、はい。昔ね、あの電動シャンプーって覚えてます？皆さん、すごい流行ったんですよ。シマっていうあの美容室が全盛期の時にね、あの原宿店に電動シャンプーっていう、頭にパカッ自動でシャンプーしてくれるんですけど、 うるさいんですよね、なんかワン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 言って、で、いかがでしたかって言われるんですよ。電動シャンプーって言った瞬間に、私一言、うるさくて気持ち悪いあ、バナナさん紹介してた？ CS なんとかめっちゃ効くらしいですよ、あれほんまに。なんかなんかあのこうなんていうんですかね、 あれたあのほら、けん玉みたいな、けん玉の あれじゃないですか、頭の部分、あれに丸がついてるんですよね。あれでそれでグリ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 やられるんですけど、あれめっちゃなんで発明されたのが謎です。そうですよね、いやなんか不思議でしたよ。いやいや治る、じゃあほんまにこれで治ったらね、みんなに、そう電動シャンプーなんで流行ったのか分かんないですよね。あれうるさくて気持ち悪いですっていう一言私の、いやいやほんまに勘弁してほしいですよ。不思議、もう本当にこの世は不思議だらけですよ、うん、で昨日それ行って本当に痛かったですね。もう昨日だからあの本当にこんなに家帰って何やったかわからないぐらいぼーっとしてました。本当にお風呂入ったのも覚えてないぐらいぼーっとしてました昨日。いやー本当ぼーっとしてたな、よく自転車で帰ってこれたなっていうぐらいしんどかったです今日の朝。当たり外れっていうかね、どうなんでしょうね。まあ本当にね、外傷やったらまだこう分かるんですけどね、やっぱ内部のことなんで多分よくはなってると思うんですよ。悪くしようと思ってやる人いないんで、ただ胸は気持ち悪いですよね。 おじさんにこう流す、もうなんかおっおってなって、ちょっともうほんまにやめてくださいって、あこれやると楽になるんですけどねとか、いやもういいですっつって、もうほんまに気持ち悪いんでやめてくださいって言ってしまった。ちょっとあの人によるかな、それがなんかちょっと中年の、まあ、私より若いぐらいの人が痛いんですよここはとかって言いながらやってる姿もなんか嫌だなと思った、はい、難しいです、まあ、とりあえず今ねいろんな療法行ってるんで、あの気熱療法もね半端ないぐらい熱かったですかね。ガスで燃やした鉄を、鉄みたいなやつをバッて体にジュッてやるんですよ。熱いむっちゃ熱いっすよ、そりゃそうですよね、ガスバーナーで焼いたやつやの。で反応が鈍いところもあるんですよ。鈍いなって、鈍いなって、それそんな熱くないからやろうみたいな、もうあれもちょっと痛かったですけど、あの先生、いやなんかあれあるみたいですよ。それもあのすごい、今度28日また行くんですけど、ね、根性焼きみたいな、知ってるね根性焼き知ってるね根性焼き、もしくはヤンキーやったな、知ってます根性焼きって、あのタバコのあれでキュッてやられるやつ、中学校の時流行ってたんですよ。あの怖い中学校だったんで、本当に根性焼きみたいなやつですよ。もうジューやって熱っみたいな。まあとりあえず今ねいろんな療法を試してるんで、これもね経過報告ね、クラワンでやります。もうほんで興味がある人だけ行けばいいんですよ。で私散々言ってますから、もう暑いし痛いでって、それでもやりたいという人はやればいいんですよ。
ね、まあ、楽して良くなることはない。やっぱりそれを超えなきゃ超えんでいいけど。ということで皆さん、今日もちょっと30分で切り上げて、実は今日8時から免許学科し学科な手なんで行ってきます。ということで皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日はもう一日フルで忙しいので、あ、今日ね、三名学の、中級編の復習講座、後でメールしときますので、 URL 皆さん少々お待ちください。頑張ります。ということで皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。 Have a nice day。 良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。良い一日を。